はい、どうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は恒例となりました100均のミニチュアシリーズですね。また大量に購入してきましたので、一つずつまた紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのはこちら、玉座と宝箱ですね。色合いもね、合っててかなりいい感じですよね。ちなみに玉座の方はカラーバリエーションがこんな感じでいくつかありました。まずは玉座の方から見ていきましょう。ではまず玉座を正面から見るとこんな感じのデザインで、かなり凝ったデザインになってますよね。そして横から見るとこんな感じで、背面はこうなっていますね。で、玉座という名前とともにこちらがジャンコードの方ですね。ちょっと見えにくいかな。こちらの品番になっています。そしてこちらはこことここのパーツですね。で、連結されているので取り外すこともできるんですよね。これが推奨された使い方かどうかは分かりませんが、こんな感じで爪を外してあげることで、よいしょ、ここがね、外れるようになっていますね。よいしょ。はい、というわけでこんな感じで外すことができます。ここの座面の部分も同じように外せますので、色を組み替えて遊ぶなんてこともできますよね。はい、ということでこのように背面の部分と座面を外すことができるので、他のバリエーションとカラーバリエーションとね、こう組み替えて遊ぶこともできますよね。これはよくできてますね。もともと取り付けの仕様で本来ね、そうやって付け替えて遊ぶもんじゃないかもしれませんが、一応そうやって使うこともできますね。そしてガチッとね、ロックさせることでこのような形で椅子に戻りますね。スケール的には12分の1スケールということなので、こちらのいつものね、フィギュアーズのフィギュアを座らせることができますね。これはちょうどぴったりサイズでいいですね。ただ足がこのフィギュアだと届かないかな。子供みたいになっちゃうけどこんな感じでちょっとポーズが間抜けだな。王様っぽくないんだよね。こうちょっと偉そうに座らせてあげるといいかもしれないですね。そうじゃねえんだよな。あまり王様感はないですが、こんな感じで飾ることもできますね。足を組ませてコーヒーなんかを飲ませるとこんな感じで、ちょっと王様感はないですが、サイズ的にはちょうどいい感じになりますね。鼻声ですいません。そしてもう一つがこちらの宝箱ですね。色合いが合うかなと思ってこの2つ選んできました。正面から見るとこんな感じで、横側と背面ですね、上側はこんな感じになっていて、はい、下ですね、下にはこのように宝箱と書いてあって株式会社ポニーさん、そしてジャンコードの方はこんな感じですね。サイズもちゃんと載ってますね。割と背が高い宝箱になっていて、ここがね、ちゃんと開くようになっているんで、開けると中には宝な、セクシーハニマがいるような形になっています。ちょうどね、入るんですよ、これ。かわいいですよね。はい、というわけで、中は結構ね、深くなっていて、このぐらいのサイズ感ですね。12分の1ということなので、サイズもそこそこ大きいですし、それなりにね、大きいものを入れても大丈夫そうですね。あとはこんなドリンクだったら入りそうですよね。はい、見事に入りました。まだ余裕あるね。高さ的にはこのぐらいのものだったら入っちゃいますね。横にしても全然入りますね。はい、というわけでまず一つ目に紹介したのが玉座と宝箱でした。続いて紹介するのはこちらの連結ディスプレイベースですね。これは結構ネットでも話題になっていた商品で、要はジオラマベース的な感じですよね。
ちょうど144分の1のプラモデルとかを飾るのも良さそうなベースですね。意外とね、こういうベースってちゃんとしたのを買うと高いんですよ。それが110円で買えるっていうのがすごいですよね。で、こちらはジャンコードが、このような感じになっていて、で、作ってるのは山田化学株式会社さんですね。毎度のことながらすごいですよね。そしてこちらはちょうど台座になるベース部分ですね。それにこちらの基地のようなこれがはまっていて、で多分これを差し込むんですよね。もうこれだけで結構基地感はありますね。すごいな、かっこいい。そしてこちらのサイドパーツ、造形はこのような感じになっていて、これをおそらくこことここですねに連結をさせてくっつけるような感じ。反対側も同じようにくっつけることができますね。はい、どうでしょうか。だいぶ基地感がありますよね。格納庫というかね、よくガンダムで言うとホワイトベースの中にある格納庫的なね感じで、このガンダム、これ144分の1のガンダムですけど、これを置いてあげれば整備するね、ガンダムのこんな感じでね飾ることができますね。結構ジオラモンベースって人気があるんですけれども、これが100円で買えるってすごいですよね。で、これはどこにつくんだろう。こういうとこにつくのかな。ああ、なるほど。これはおそらくこういうところにつけることができて、というわけでこんな感じで取り付けることができるので、ここをね、整備の方がいたり、パイロットがね降りたりなんていうシチュエーションも飾ることができますね。これはよくできてますね。サイドから見てもこんな感じのメカメカしい感じがすごいよくできていますよね。背面は割とシンプルな感じになっていて、側面はこんな感じ。これ110円でこれは信じられないクオリティですね。すごいかっこいい。わあ、これいいね。はい。で、このね、メカニカルな造形もそうなんですが、これ下の方をよく見ると、こんな感じでね、階段っぽい造形もあるんですね。で、ここにジョイントがついているので、横につなげて拡張することもできますし、この上のジョイントを使って縦にもジョイントをね、つなげていくことができるので、極端な話、この144分の1のガンダムサイズじゃなくても、もうちょっと大きいフィギュアとかロボットも飾ることができそうですよね。まあ、これだけのサイズ差があるんでね、ちょっと入れるのにはちょっと苦労しそうですけれども、連結させることによって、それを2つ買ってもね、220円なので、リーダークラスのトランスフォーマーとかも入れられそうな感じですね。はい、というわけでこちらが連結ディスプレイベースでした。続いて紹介するのはこちら、立ち入り禁止テープですね。これはまた面白い商品ですね。商品のジャンコードはこのような形で、作っているのはエコー商事株式会社さんですね。前回も紹介しましたね。最近エコー商事さんも結構出てきてますね。正面から見るとこんな感じになっていて、足の部分がありますね。背面は特に何も記載はされてないですね。これを以前作ったジオラマに載せてみましょうか。はい、というわけでジオラマのね、部屋に飾るとこんな感じで、ちょっとした事件現場的な感じでね、使うことができますね。これなかなかいいんだよね。はい、というわけでこんな感じで飾ったりすることもできますね。あとは以前紹介しましたこちらのね、
フェンスと並べるとこのぐらいのサイズ感で、ともに12分の1スケールなのでサイズも合っていい感じですよね。これは単体で使うよりも並べて使った方が良さそうなアイテムですよね。はい、というわけでこちらが立ち入り禁止テープでした。続いて紹介するのはこちら、12分の1スケールの猫足バスタブですね。これなかなかよくできてますよね。可愛いし、いい感じのデザインですね。はい、というわけで上から見るとね、こんな感じで正面と下側にはね、ちゃんと足がついていますね。で、ジャンコードはこんな感じですね。で、ちゃんと中にはね、この線の部分なのか、ジェットバスが出る部分なのかわかりませんが、このようなゴールドで塗装された造形がなされてますね。で、お部屋に置くとこんな感じで使えますね。実際にフィギュアを入れて飾るとこんな感じで飾ることができますね。以前発売されたこちらのね、洋式トイレと並べるとユニットバス感が出ていい感じですよね。はい、というわけでこちらが猫足バスタブでした。そしてお部屋つながりでこのまま紹介していきましょう。こちらがミニチュアリビングラック12分の1スケールということで、ヤマダ化学株式会社さんの商品。ジャンコードはこんな感じですね。正面から見るとこのような形で、サイドはこんな感じになっていて、背面はこうですね。ちゃんと支柱があって細かく作られてるんですよね。はい、部屋の片隅に並べるとこんな感じですね。ちょうどいいですよね。サイズ感もやっぱりバッチリ合いますね。12分の1スケールなので割と使いやすいサイズじゃないかなと思います。これはちょっと大きいかな。ちょっといろいろ並べてみましょうか。はい、というわけでいろいろと並べてみました。サイズ感的には合わないものもあるんですけれども、こんな感じでね、収納することもできますね。ちょっとね、小さめのものの方がサイズ的には合ってる感じがしますね。12分の1のスケールのフィギュアと並べるとこんな感じで、棚の大きさと人とのバランスがちょうどいいのがわかりますよね。ロピアタンやトトロのね、ガチャガチャと並べるとこのぐらいのサイズ感ですね。同じスケールのスクールバッグを並べるとこんな感じで飾ることができますね。はい、というわけでこちらの商品がミニチュアリビングラックですね、紹介しました。続いて紹介するのはこちら、ミニチュア食器セットですね。大小といろいろなサイズの食器が一つになったプラモデルキットみたいな形になってますね。こちらも早速開けていきましょう。中を開けるとこのような食器になっていて、大きいサイズ結構大きいんですよね。ガチャガチャで割と大きかった動物パンのお皿ですね、比較するとこのぐらいのサイズ差ですね。これ結構使いでありますよね。形も様々なものがありますので、結構いいような形で飾れますよね。そしてランナーから切り離すと、こんな感じのお皿になっていて、テーブルに置いてもいい感じですし、例えばね、こんな感じでパンを乗せてあげてもいいですよね。はい、こんな感じで飾ることができますね。これは使えますね。こういったね、パンみたいなお皿がついてない商品なんかにこれ組み合わせてあげるといいかもしれませんね。ちなみに大きいお皿を切り取るとこんな大きいんですよね。すごいな、これ結構大きい。並べるとこんな感じで、この上にも飾ることができますよね。こんな感じで自分の好みに合わせてね、飾ることもできますし、
あとはこんな感じでガチャガチャに付属しているお皿とは違った感じでね、盛り付けをしたい時なんかにも使えそうですね。サイズやデザインもこれだけありますから、好みのお皿を使えるのは嬉しいですし、11個ついていて110円っていうのもかなりお安くていいですよね。はい、というわけでこちらがミニチュア食器ホワイトの紹介でした。あれ、ジャンコード見せたかな。ジャンコードはこちらですね。で、安心の山田化学株式会社さんですね。相変わらずすごいです。はい、というわけで最後に紹介するのはこちら、 LED キャンドルホルダーということで、実はこれミニチュアではないんですが、テント型ということで、テントにね使えるかなと思って今回購入してみました。早速組み立ててみましょう。これ気づかなかったんですが、中には2種類のテントが入ってますね。お好みに応じて作れるのもいいですね。で、多分これはパタパタと折りたたむことでテントが出来上がる商品だと思います。差し込むだけでねできると思うので、これは手軽でいいですね。はい、というわけでこんな感じで組み立てることがねできました。とりあえずグリーンの方を組み立ててみました。全体はこんな感じになっていて、実際にはねこの中に LED のねろうそくライトを入れると揺らめいて光ってね、かなりいい感じになるみたいですけど、ちょっとね前買った記憶があるんですけど、ちょっと見当たらないんだよな。で、例えばこういった芝生のねシートにこんな感じで合わせて飾ることもできますね。これみんな100均でね購入したものなんですけれども、こんな感じでねバーベキュースタンドですとかチェア、そしてテントとシートですね、飾ることでだいぶ雰囲気よく飾ることができますよね。若干スケールがね合わないんですけれども、こんな感じで並べてあげると本当にキャンプの感じが出てね、雰囲気的にはかなりいいんじゃないかなと思います。もうちょっとねサイズ考えればよかったんですが、今後ねまた100均の各会社さんにね作っていただけるのを期待しつつ待っていましょう。というわけでこちらが組み立て式 LED キャンドルホルダーテント 2P でした。はい、というわけで今回も100均で購入できるミニチュア商品を紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。他にもねまた新しい商品出ましたら随時動画の方をアップしていきたいと思いますので、よければチャンネル登録の方もお願いいたします。今までのね100均動画の紹介リンクは再生リストをね概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらからご覧になってください。というわけでこの動画が良ければぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。まったねー。